渡り鳥が本格的に飛来するシーズンを前に、抗病原性鳥インフルエンザなどの防疫対策会議が今日鹿児島市で開かれました。鹿児島市で開かれた会議には、県内の家畜保健衛生所の担当者のほか、養鶏業者や畜産団体の関係者もオンラインで参加しました。 国内では、先月以降、神奈川県や宮城県で新田野鳥から抗病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されています会議では、昨シーズン3種類の鳥インフルエンザウイルスが同時に広がるなどこれまでにない傾向が今後も続く予想が示されましたその上で、豚やイノシシがかかる家畜伝染病・豚熱の防疫対策と合わせて 農場への野鳥などによるウイルスの侵入を防ぐ防張ネットの設置や、出子消毒など、基本的な衛生管理の徹底が改めて確認されました鶴も今日ですかね、第1陣が飛来したということでございますので、まあ、国内、県内にです、ね、感染した渡り鳥が入ってきていると。 いう認識のもとにです、ね、主要衛生管理基準の遵守の徹底をです、ね、取り組んでいただきたいと。